今日船橋市役所を訪れたのは船橋市立葛飾中学校と行田中学校の合同管弦学部の2年生の生徒合わせて5人です合同管弦学部は今年1月に開催された全国の小中学生による歌唱や楽器演奏のコンクール子ども音楽コンクールで全国1位に相当する文部科学大臣賞を受賞しました 生徒らは部員の不足などから学校の垣根を越えて去年4月から週1回のペースで合同練習を重ね少ない練習で音を合わせるのに苦労したことなどの困難を乗り越えて全国1位に輝いたその喜びを船橋市の松戸徹市長に報告しました。これに対し松戸徹市長ははみみんなの取り組みは 音楽の町船橋に一つの歴史を作ってくれた3年生になっても楽しみながら頑張ってくださいと祝福しました